次にフォームをつけます。このフォームを使っていきます。まずシートからフォームを外していただいて、ここの丸い部分を後ろにペタッとくっつけてください。で、反対向けていただいて、ここのカーブとこの爪のカーブが合うように合わせていきます。最初はここがすごく緩やかなので、だいたいカットすることになると思いますが、ここの爪と、皮膚から外れる部分、イエローラインと言いますが、ここのカーブに合わせてここの部分をカットしていきます。これでは緩やかすぎてサイドが合わないので、ここを少しハサミでカットします。まずここは点線通りカットしてください。で、このようにフォームを持っていただいて、切りたい部分をカットします。で、これでいいかどうかもう一度はめます。まだ私のこの人差し指は結構カーブがきついので、もう少しきつめにカットします。もう少しカットします。はい、これで良さそうなので、この端っこを持っていただいて、山折りになるようにクックックとフォームをしごきつつ、このようなカーブになるように、爪のカーブに合うようにクックックとちょっと跡をつけていただくと、フォームが入れやすくなります。で、このようにフォームを持っていただいて、爪を下からすくい上げるような感じでフォームを入れ込みます。で、しっかりとこの時にしっかりこちらのこっち側ですねのサイドと、こっち側の反対側のサイドをしっかりこうすくい上げるようにフォームを入れ込んでいただいて、すくい上げると同時にこうラインがまっすぐなるように、この辺かなというところで一旦皮膚に仮止めをします。で、次にここをペタッと合わせていただいて、ここからこう下をクッと持ち上げるようにシールを固定させてください。ちゃんとここのラインがまっすぐになっていることを確認してください。しっかりこうまっすぐ
必ず先しっかりすくい上げたサイドの部分、こちらもですをすくい上げていることを必ず確認して、でこう縦から見ても爪とホームの間に隙間がないようにしてください。で動かないようにしっかりとこう固定をしてください。このようにホームをつけます。